1865年頃に撮影。ジョン・ウィルクス・ブース。ジョン・ウィルクス・ブースは、アメリカ合衆国の俳優、エイブラハム・リンカーンの暗殺者として有名。南北戦争の結果に不満を持つ、南部連合の支持者であった。ブースは、姉エイジアに、リンカーンが共和制を廃止し、絶対君主制をもたらす、可能性を危惧していると話しており、自らを、ブルータスになぞらえていた。ブースは、 演劇一家に生まれた。父ジュニアスブースと母、メアリアン・ホームズはイギリス出身で1821年にアメリカへ移住した。1838年5月10日北軍に属していたメリーランド州ベルウェアの近くの農場でジョンは生まれた。家族にはアニエドウィンとアネエジアがいた。彼のミドルネームは18世紀イギリスの急進主義者ジョン・ウィルクスにちなんだもので。 ブース家は、ウィルクスの登園にあたるとも言う。父ジュニアス・ブースは、当時のアメリカ演劇界でよく知られた俳優の一人だった。彼が1852年に死んだ時、詩人ボルト・ホイットマンは、最も偉大で最も高貴な、ローマ人は言った。ゼア・ウェント・ザ・グレイテスト・ e g r e a ザモー・スト n d ブルロマンオブゼムオールと綴った。アニエドウィン・ブースはアメリカで初めて、ハムレットなどを脚本通り演じた。 シェイクスピア役者であり、演劇界の貴公子と呼ばれた。暗殺前に、リンカーンの息子、ロバート・トット・リンカーンを、記者の事故から救ったことがあり、妻メアリー・デブリンは娘、エド・オイナウンで亡くなっていた。妻の死や弟の起こした暗殺事件後に二度引退したが、その後カムバックしている。詳細は、リンカーン大統領暗殺事件を参照ブースは、ジョージ・アチェロット、ルイス・パウェル、 ジョン・サラット、マイケル・オローレン、エドマン・スパングラーなどの共犯者と共に、リンカーン、ワシントンに帰還した、グラント将軍の多多数の政府交換を同時に、殺害する計画を立てた。しかし、グラント将軍夫妻は当日夕方に還劇を中止し、不在であった。1865年4月14日、ホード劇場で、我らのアメリカのいとこを還劇中のリンカーンに対し1.2メートルの、 至近距離から、デリンジャーピストルで後頭部左耳55センチメートルに一発、撃った、ブースは、ラ、シックゼンパーティレネスと叫び、共に感激していたヘンリー・ラスボーン少佐が飛びかかるも、ナイフで腕を切って振り払い、バルコニーから舞台へと飛び降り、劇場の裏手に用意していた馬に乗って、海軍基地の橋まで逃走した。この橋は、夜9時以降通行禁止だったため、 主営のコップ軍曹に通行をとどめられたが、なんとか言いくるめて橋を渡った。この後、南軍の協力者たちの家を渡りながら、ポトマック川を渡ることに成功した。しかし、新南部に逃げ込むという計画は果たせず、10日間の逃走と潜伏の後、4月24日に、リチャード・ギャレットという男の農場にたどり着いたが、25日夜にタバコ小屋の中で寝ていたところを、 ギャレットの家族によって閉じ込められ、追ってきた29名の騎兵隊に包囲された。騎兵隊はブースに投降を呼びかけたが、ブースは拒否。やがて、デイビッド・ヘロルドのみ投降し、エバートン・コンガー大佐の指示によって、小屋の周りに火がつけられた。その火によって照らされたブースを、騎兵隊の一員ボストン・コーベット軍曹が、後方から射撃したため、この時の首の傷が致命傷になって4月26日朝、 ブースは命を落とした。ブースの死体と日記などの持ち物は、帰船でワシントンに運ばれ、軍艦門トーク号の甲板に保管した後、死体はスタントン陸軍長官の命令で、4月27日の夜、秘密警察本部長、ベーカー大佐、ベーカー中尉により秘密裏に埋葬された。このため自分がブースと主張する者が多く現れたという、1867年。 ベーカー大佐の特務機関の歴史によれば、以前の監獄の地下牢の床下に埋めたというブースの日記については、裁判でスタントン陸軍長官は発見されていないとしていたが、後に発見されたと裁判に提出した。ただし日記には暗殺事件の期間二24ページが破られていた。ありがとうございます。